ディエゴ・ガルシア島に形容されているイギリス領インド洋地域の旗。アメリカ海軍支援施設が発表しているビデオよりイギリス領インド洋地域の旗は1990年11月8日、同地域の発足25周年を機にエリザベス二世以上の直挙に基づき制定された。左上にはユニオンジャックがあるところはブルーエンサインを元にした他のイギリスの海外領土の 旗と似ているが、ユニオンジャック以外の部分は全て青一式ではなく、青と白の交互の波模様になっている。右の中央には、イギリス領インド用地域の紋章ではなく、同地域のシンボルであるヤシの木とおカンが描かれている。イギリス海外領土の旗の伝統を破って、波模様を入れた理由は明らかではない。女王の直居は、地域を統治する、弁務官の旗としてのものであり、 地域の反抗式の旗となっている。チャゴス諸島最大の島、ディエゴ・ガルシア島は1966年以降、アメリカ合衆国に対応され、海軍、空軍基地となっており、基地建設に伴い諸島内の住民は1973年までに、すべて強制退去させられた。現在、同地域にいるのは、アメリカ軍及び、イギリス軍の軍人であり、民間人は、 同地域に立ち入ることはできないため、この旗が実際に使われているかどうかは確認できない。ただし、ディエゴ・ガルシア島のアメリカ海軍支援施設が発表しているビデオではこの旗が掲揚されている場面がある。また、ロンドンのイギリス外務英連邦省に事務所を置く同地域の弁務官はこの旗を使用していることが確認されている。ありがとうございます。